新刊書籍紹介のコーナー、松尾さん家でどんどんパフパフ言うといてください。はい家で1円でやったら出てくるやろ、はい、というわけで今日ちょっといろいろ本用意しました。あの情報用意しました。でガチな情報からいきますけども、ですね、iPhone5C5S 便利帳260というね、エイムックというあの割といろんな分野の本出してる出版社さんからですけど、683円。まあ iPhone 初めて新型手に入れてみたけど、なんかとりあえず読む本買っとこうかないう人にはこの値段結構いいんじゃないですかね。内容は全然わかんないですけどでも便利帳というからにはあんた紹介するんやから責任持てへん、はい、すいません、あの他の方今日ちょっと注力しててこっちここはあまり手もありませんでした、はい、ただあの便利帳というだけあって、見出しは結構なんか充実してるというふうなことだけは情報掴んでます。はい、iPhone を仕事や生活で上手に使う設定とテクニックと、 iOS 7から逃れるにはとか書いてませんかねそれはないです。逃れたんや。いやいや。いや、あの、ちょっとその方言うと悪いかもしれんから、お名前出さないですけど、その方から前ツイッターの DM で相談いただいてね、iPhone5C にしようか、iPad mini にしようか、とにかくちょっと迷ってるんですと。どっちにしても、もう今買ったら iOS 7です。そうなんですよ。で、あの、どっち先買った方がいいと思いますかって聞いてから、まず iOS 7をどう思いますかって返したら、嫌いって言われて。iOS 7でしか方法ないですかね。ないです。ないです。って、ね、感じてたんです。それはないでしょう。ねえ。まあでもね、憎まれっ子なんとかじゃないですけど、最初いやいや言うたもんは、後になると結構みんな離れたがらへんような気もしません？またそういうこと言われる。なんでなんで。松尾さん、今。あ、でもね、一つ手段はあって、中古を買うっていう手はあるんで。はい、ああ、そうですね。はい、中古買うんでよかったら別に、例えば、ねはい、ソフトバンクとか、はいで。中古買うんでよかったら別に iPad mini でいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、でもそれ、あの、上げときましたよバージョンやったと。いやいや、ないです。ならないです。あの、基本的にはですね、はい、あの、古いバージョンの OS を使いたい人が絶対いるんで、はいはいはい。上げると値段下がったりするんですよ。ああ、かもしれませんね。いやいや、候補マジですよ。あ、そうですか。iPhone とかでもそうですよ。はいはいはい。上げたら値段下がっちゃう。まあ、あの、前、ポッドキャストの方でも話しましたけど、戻せないっていう事情があるからですか。そう、基本的に戻せないんで。はい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 。伊達さん、ライトニング出してる会社。え？あ、ライトニングって、あ、本の方のライトニングね。あの、オートバイとか車の乗ってるあれね。はいはいはい。先のエイムックさんのことですね。はい。ということなんですけども、もうちょっとですね、突っ込んだ技術的な話の本もちょっと調べました。もう出てる本なんですけど、あのオライリーからの本で、入門 Unix for OS10 第5版ということで、まあ、新刊というか改訂版なんですが、はい、出ます。出てます。2520円だそうです。これ Unix for OS10 ということは、なんですか、カーネルっていう大変ですね、元になったのは何でしたっけ、OS10 でも。ね、ユニックス。ユニックス、いや、ごめんなさい、ユニックスの。マーク、ね、マーク。はい、ごめんなさい。はい、マークカーネルですね。マークカーネル。ごめんなさい、はい、マークであって、マークカーネルではないです。あ、カーネルっていうのは OS のいっぱい用語。あ、そうですね、すいません。マークを基準にした内容で、当時から書き続けられてるんですかね。今更そうでもないですか。今更そうでもない。はい、一応マークにはなって、マークなんですけど、はい、もうだいぶダーウィンじゃないですかね、実際には。なので、相当やっぱり、普通のユニックス、マークらしいとことはちょっとだいぶ変わってきてると思った方がいいですね。まあ、今、ダーウィンってね、お話しいただきましたのは、インテルの CPU 上で動くっていう意味。でいいと思うんですけど。いや、違います。違うんですか？ PC でも動きますけど。あ、両方で動くんですか？あれ、切られたんじゃないんですか？あ、いや、切ったかもしれませんけど、はい、昔のバージョンはちゃんと動くはずなんで。あ、両方でいけてたんですか？でも、途中からどんどんソース切っていって。要するに、Apple 版の、はい、Unix っていう意味合いですけどね。はいはいはい。どっちにしても、まあ、そこの部分は BSD とほとんど同一なんで、はい。フリー BSD とほぼ互換、ほぼ 100% 互換かな。なんかの、API が、Unix API が動くはずなんで。はい。にゃんまげさんからも、近藤さんからも BSD と言いたいてます。ありがとうございます。はい。ね
ユニックスやろうとしてはまた離れてっていうね繰り返しですけども、はい、誰がですか？私です。先ほどの紹介しましたユニックス 4OS10 ですね、312ページという厚みということで、あんまりオラリーの本にしてはあんまり厚みないんやなというふうに思いましたよ。てか、はい、ユニックスもうそんなに教えること何もないんですよ。あ、そうです。はい、やっぱ言い出したきりはないですけどね、はい、まあ、実際にコマンドを試しながらユニックスの基礎を学ぶことができますと解説にありました。そうですね、はい、だからまあターミナルコマンドを勉強する方法みたいな感じじゃないですか。はいはいはい。あ、ターミナルでね、今年の1月かな2月かな、えらい目に遭ったんですよ。PHP ちょっと勉強して、あ、だから PHP 勉強してから4月頃ですわ。あ、またそんな無駄なこと。言わせてくださいよ。PHP でどう動くかっていうのを、まあ、サバにこう書いてあげて見ないと分かんないじゃないですか。あ、そうですね。はい、で、あれあげなくても自分のローカルの中でできるって書いてあったんですよ。ローカルでウェブサーバー立ち上げれば。そうそうそう。で、それやろう思ってやって。運転ライオンからは、はい、インターネット共有でウェブサーバーのコーナーがなくなってるんですよね。で、だからマウンテンライオンの前にやってたんですよ。ライオンならできますけど、ライオン飲んでやってたんですけど、ほんならそれやってる時にだんだんおかしになってきてね。は？その PHP 走らせて戻ってやっててこうやってる間に、なんかアイコン選んだのに選ばれへんようになったりとか、プルダウン出してんのに選ぼうと思ったらプルダウン勝手にバーって戻ったりとか、システムだんだんおかしになっていったんですよ、その時。それ、なんかもしかしてルートになんか書くとかしたんちゃうか、はい、なんかね、そのね、まあ、ここ変えたらあかんかったんや、戻そうとかなんかいろいろやって、だんだんわけわからないなってきて。どっかでパス書き間違いだよ。多分そうやと思うんですよ。でね、どこまで戻ったかも自分でだんだんわからないようになってきて、で、再起動かけてしもたんですよ、その後。あ、で、二度と上がらない。いや、上がるんやけど、また違う現象が起きるとかで、もうだんだんパニックってきて、で、タイムカプセル、タイムマシンをバックアップ用意しちゃってあっといてよかったですね。6時間前のバックアップから全部戻しましたよ。なかったらえらいことやったんですけど、はい、そんな話をしてるで、タイムカプセル21という方から初見ですと言われまして、ありがとうございます。はい、なかなかユーストで初見って書いていただく方は珍しいですね。ありがとうございます。はい、こういうことをするときには、まあ、それよりマシンを作るか、はい、それよりユーザーを作って、はい、管理者じゃないユーザーを作ってね、それで実験するかどっちかですね。管理者ユーザーで実験者絶対いけない。はいはいはい、そう思いました。でもう諦め、そのやり方を諦めて、無料で一応レンタルサーバーというか、実験用のちょっとこう使わせてくれるサービスいっぱいあるじゃないですか。はい、あれをちょっと1個借りて、そこにめんどくさいけど、まあ、FTP で上げて見るっていうことをやってました。ああ、MS、伊達直さん、須藤さんでひどい目にと。あ、SUDO ですね。あれ、須藤って呼んでもいいっていう人がいたんですけど。いや、普通は SUDO ですね。あ、そうなんですか。でも本当は SUDO なんでしょ。いや、SUDO でいいですよ。そうなんですか。はい。僕なんしか呼ばないですよ。なんかでね、SUDO が本当やから、あんまり須藤とか言うとあかんみたいなことが書いてある本があったんですけど、ね。何かを呼んではいけないっていうことはあまりないと思うんです。あ、そうです。はい。なんかでもユニックスって結構伝統あるから、なんかしきたりすごく厳しそうじゃないですか。でも僕 SU コマンド普通にスって言ってて、誰も文句言いませんでしたね。あ、そうですか。はい。ねえ、なかなか面白い世界なんですよね、ユニックスはね。はい。OS10 のお話、もう一個本があります。ですね。はい。今度は、完全理解 iOS、じゃあ、ごめんなさい。完全理解OS10 マーベリックス。もう出んの早いな、これも準備してたんでしょうね。マイナビムックさんからで1554円です。早いね。知りたいことがズバリ分かる。すぐに使える。100の技。はい、109の技です。そうですね。なぜか、これ、表紙は109の、あ、違います。10.9、ん？何を言ってんねん。いやいや、ごめんなさい。これ、アマゾンの紹介文には100の技って出てるんですよ。それ間違ってるよ。それが間違ってるんでしょうね、きっとね。はい。で、こちらが244ページもあります。さっきの2500円のユニックスの本が312ページで、こっちマイナビさんで1500円の本が244ページです。はい。ページ、ちょっとお得感あるじゃないですか。いやいや。なことない。本の価値を単価で買えたら、単価で数えるな。まあまあね。はい、まあ、一枚な両方買ってみはれたらね、いいんですけどね。はい。
しかしあの OS のこういう解説本って昔はよく買ったもんですけど、最近はあんまり買わなくなりましたね。でもなんか置いとかなあかんなっていう気持ちはいつもあるんですよ。え、そうや、だってネットでね、なんぼやってもこう分からんことって出てくるときあるじゃないですか。で本やったらなんか結構すぐにパッと出るときってあって、最近はそういうのもあんまりないんですかね。そうなんでしょうね。うん、あのしょうもないことやから誰も書かへんみたいな結構あって、でも本見たらきっちり出てるなんてこともねあったりしたもんですけど、はい。にゃんまげさん、マーベリックスまだ怖くてアップグレードしてないなと。あのね、はい、パワー PC 系のアプリがあったら絶対にしてはいけない。はい、コンテナの話は昨日ポッドキャストでいろいろまたしましたので、もう一つはあの、はい、Java 使うアプリが重要な場合もやってはいけないですね。ねえ、まあちょっと怖いですから、それはもうちょっと待った方がいいかもしれない。はいはい、ただまあもう昨日今日からもう私 Mac ユーザーになります、新しい Mac 買います言った人にとってはもうマーベリックスが普通にこの導入の OS になるわけですよね。そうですよ、ね、また勝手が違ったりするわけですよね。初めて買う人にとっては勝手が違う。あ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、言い方まずかったですね。あの周りの人にとっては勝手の違う世界になっちゃうわけですよ、ね、それ関係ないやん、どうせ。そうですかね。でも初心者やからやっぱり Mac のこと教えてて、その人が周りの人に聞くじゃないですか。あ、でうちの Mac はマーベリックスやねん、で、俺まだマーベリックスしてないんでそれ分からへんわみたいな会話があるんちゃいます。だからその人はなんか、あ、そんなんも知らんでやって思うだけ。そこがね、 OS のだからあんまりね、 OS がリリースされるとかのタイミングで人の相談を受けちゃダメやと思うんですよ。結構それになってしまいがちで、そんなん知らんのみたいなね、目で見られちゃう恐れがあって、はい。トムとなんか前にどっかにあったよね、はい、なんかそのやつが、はい、なんですか、あの無料でコンピューター修理受けちゃダメ、受けてはいけないって、あれ本当そうです。あれ一回ポッドキャストで話したかったんですけど、結局ちょっと時間経ってしまった。やれが、で僕もしたかったけどね、あれ、いやもうガチでね、サポートの仕事してましたでしょ。だから分かるんですけど、やっぱりお客さんは見た人にずっと頼ってくるんですよ。でそこを友達やから言うて、そのなし崩しにやっちゃうとちょっとね、ダメか、そんな言いながらやってしまうのは私ですけどね。ブリットさんは、基礎を押さえとけば大抵のことは起こってからのネット検索でなんとかなるかもとね、いただきましたけど、はい。まあ OS10 のお話のね、本いくつか紹介してきましたが、アップルの関係とはちょっと離れる本の紹介も今日はちょっと用意しました。はい、ですね、ギークマムという、これはメーカーの別冊というかムックで出る本なんですけども、21世紀のママと家族のための実験工作冒険アイディア、2310円です。でこの本ですね、ですね、コミック、SF、サイエンスなど幅広くテクノロジーや空想の世界を愛し、我が子との分かち合いたいと思っているギークなママと家族のための書籍ですと。スーパーヒーローになりきってコッパみじんするとか、ホラー小説の作文をするとか、まあ、そういったことを思った人はぜひこの本を手に取ってくださいということなんだそうです。女性の方のギークというか、なんかこう単にちょっとパソコン使うっていうレベルを超えてて、なんか作るとこまで踏み込む方ってね、最近なんかアメリカのサイト見てると多いような風に思うんですけど、日本は前出てこないだけで結構そういう人いるんちゃうかなと思うんですけどね。そんな思われないですか。どうでしょうね。だって玉美でしたっけね、玉美術大学、はい、2年か3年前、女子学生が集まって8ミリ映画をこの時代に撮りたいって言ってフィルムとか調達して、でそのわざわざカメラも借りてきて、で何撮ったかって言ったら、普通に撮ったら面白ないから特撮撮ろう言ってとそんなまでやったっていう話があったんですけど、情報さえ揃えば女性男性関係なくみんなやりたいことはやるんやなっていう、なんかそんな気がねしましたけどね。